ャンネルのハルです。マグです。パパです。今日の企画はおもちゃを買い放題です。ちょっと待って待って待って。ただし条件一つありますよ。素手で持ってるまで買っていいよという企画ですね。つまりカートを使っちゃダメ、ショッピングバッグも使っちゃダメ、手だけね、はい、持ってるまで。足はもちろん使っていいよ。歩かないといかないからね。じゃあ早速レッツゴー。バイバイ。バイバイ。ノン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 。今日はカート禁止って言ったよね。はい、おもちゃコーナーに着きましたよ。じゃあここからスタートですね。さあ、じゃあ戻るわ。これ欲しいな。でかいぞ。ヘイトゾの手だよ。え、お、マリちゃん、早い。マリ、ゆっくりで行こう。あ、見て、トイストーリー4。あ、戻ってきちゃった。あ、こっち来て、マリ。いろんなものによ。オーケー。私たちね、いっぱい買うやつわかるよ。これバービーですよ。かわいい。私たち持ってないよ。はい、買い放題ですよ。で、持ってるまで買い放題ですよ。じゃあここから買おうか。はい、あ、見て、スライム。スライム買いたい。これっておならが鳴るスライムじゃん。うぇぇうぇぇ、ね、あれ、手が入れたらブーって出てくるやつ。ね、マリもやる。欲しい。買って、ピンクが。ピンク1個持ったら、あと2つ買ったらもう終わりじゃない。イエーイ。お、これはマインクラフトの試験じゃない。面白いじゃん。貸して。あ、ピッケルにもなるやつだ。これ、はい、裏人。あ、ピニ見て、ピニアート。これいらない。今日遠慮してるね。そう。あ、ロブロックスだ。私ロブロックスやりたい。でもログイン必要だから無理。うん、パパはログインさせないよ。ひどい。あ、行きましょう。見て、かわいい。かわいい。かわいい。はい、これもハネ持ってあげるね。あ、さっきのあのバービー買ってもいい？さっきのあのバービー。買い放題だから何でも買っていいの？ママ、ママこれ買っていい？いいよ。え、その子買うの本当に？可愛いんだもん。じゃあ羽持ってあげる。あ、もう荷物多いわ。だって可愛い。光るスライムすごくない？え、すごいんだけど。もうこれ持ったらダメだ。これは絶対に買っていいよね。何ですか何ですか、見せて見せて。バービー結婚セット。うん、欲しいの。ケンとバービーの出会い。あー、かわいい。マリー一回ちょっと待って、持ってくれる？もう余裕なくなるじゃない。余裕だよ。あ、おー、香水は天才でしょ。なるほどね。マリー、バービーもっと買おう。なんかちょっと待って、うん、なんかやばい。これ最後にした方がいい。あ、そうだね、それ買わなくていい。してきたんですよね。あ、マリー見て、バービーの子供。この子供のサッカーの子も買いたくて。買っていいっすかね。買っていいよ、ただモテるまでね。このバービーでかいじゃん。見て、頭だよ。でも大丈夫。いらない。これもでかいぞ。バービーの車、なにこれ。マリー、これステイシーだよ、ステイシー。あと、ルール追加します。はい、ハネちゃんはマリちゃんのことをヘルプしちゃダメ。マリちゃんはハナちゃんのことヘルプしちゃダメ。なんか持ってあげるとか上に積むとかできないよ。ひどい。うん、自分のものを自分持つ。ねえさ、ひどいと思いませんか。はい、あれね、高いところさ届けないからパパが取ってくれる。いいけど床に置きますね。はい、ひどいねえ。ひどいねえ。天気ちょうだい、天気の。あれ、あれ左側の方。それ天使の。あ、本当に置いた。本当に置いた。自分のものは自分で持つって楽しくて。あったよ。あ、もこれもう私持ってるの全部バービーだよ。うん、はい。わー、うわ、これで レジまで持っていけないと思うよ。あ、もう無理。何をしろ、これは。あー、もう無理。いいよね。四個ぐらいかな。そう、無理かも。あー、バービー持ってあげたい。事件発生。今、マリはおもちゃコーナーから離れました。どこに行くんだろう。マリー、ここはおもちゃじゃないよ。文房具欲しいの？うん。じゃあ文房具もじゃあ追加します。やったー。待って、あれ残った。私今これ使います。よいしょ。あ、まだある。
いろんなのがある。スライムあったよ。スライムどこ？商品置いてきちゃった。私なんて変なことをしたの。なんだかもう楽になったの。楽になったんだけど、やっぱり楽じゃないかも。あ、これ久しぶりに見る。できないぞ、できないぞ。もう諦めた方がいいじゃない。やだ、諦めないもん。よいしょ。なんかスポーツ系買おうかな。スポーツ系って何？あ、なんか肩が痛い。この腰が痛いのは知ってるよね。みんなこういう姿勢してたら痛いよ。私2個も戻しました。持てない。どれどれ。なにこのお猿。やだ、やだ。なんだけどこのお猿、このお猿なんだけど。まあ、私こいつ買えるかも。もうこれ持ってるダメだね。ダメ。いいよ、買い放題だから持てるんだよね。あ、お、こうして、こうして、うん、あ、重さがやばいかも。持ってればいいよと。今は力がないんです。多分これを買ったら日本にね持って帰れないかもしれない。私今考えてる、はい、どんな感じで。お、カレちゃんは真剣に考えてるな。果たして結果は。あ、無理かも。イエイイエイ。なんでどうした？あんまり。あ、ごめんなさい。え、少なくない？マリエ。まず3個しかないけど中に物が多い。ほらほらね、ほら中に物が多い。あ、無理かも。サネちゃん今欲張り中ね。ヘルプミー。チャレンジは素手で持てるまででしょ。せーの。あ、サネ。おい。あ、え。あ。何か物少なくしなくちゃ。だからこれ欲しいでしょ、こいつも欲しいでしょ、これも欲しいでしょ。これは相当難しいチャレンジだよ。あ、もう落とせない。バービーでじゃんいっぱいだ。何体バービーいるかってみんな知りたいですか。みんなは知りたいのは持てるかどうか。一緒にいつ諦めるかどうか。こうして、ここも落ちて。マリー見て。もうレジまで行こう。マリー、あれ二人で一緒にレジ行くの。いや、一人一人でもいいよ。じゃあ私行ってくれてもいい。うん、私スライム欲しいんだけど。スライムセット。あ、このスライム買おう。は、いけるの。うん、できるよ、ほら。え、まあ、重くなるけど。持てないと意味ないよ。実は私スライムとバービー好きなんですよ。あ、もう無理。これ全部ちゃんとね棚に戻してね。あー、無理。スライムおかしいでしょ。これ2パック多すぎたかな。うん、私は頑張る。はい、やっぱりマリは現実的ですよね。私は理想だよ。もうこの子はもう、あなたはもう欲張っちゃうよね。そうだよ。こうするか。あ、無理だ。ゆっくり。でも脇使っていいよとルール追加します。頭できたんだけど。よいしょ、せーの。あ、え、え、重い。これどっちか返品しなくちゃ。企画大成功だよ。皆さん、ぜひ試してみてください。いきます。スリー、チュッ、ワン、ツー、よーい、シュッ。先に行ってるね。重い。何か諦めなくちゃ。こいつ軽いっしょ。トイレ行きたい。バービーちゃん、こっち重いね。最新最新最新新の LOL だよ。あ、なんだ、欲しくない。せーの。ハオヤできた。レジどこ、レジどこ。あっち、あっちが。バービー買いたいものがめちゃくちゃあったんだけど今。あ、落ちた。私ついてきて。じゃあ、再チャレンジします。今行きます。こいつ諦めた。え、こいつ。でしょ、欲張りと現実的。で、こいつ戻します。は？何？交換したの？交換するでしょ。早く減らない。減らない。マジ？
落ちた。笑ったらつまずくよ。ゴール。最終結果発表、まりちゃんは何個ですか？1、2、3、4、5、6、6点ね。うん、6点です。じゃあ、はねちゃんは数えてね。はねちゃんただ1、次これ、2、で、3、このでしょ、廃止、4、5、マリよりもいっぱい買ってるじゃん。はね、誰も6、はねの手が頑張れなくて手がになりました。8、9、でかいやつね。うわー、あなたはね、本当に欲張りだよね。私9個買いましたよ。何円かな。はい、まず羽根の部分ですね。こいつは1万円だよね。やばー。はい、羽根ちゃんは 262.71 ドルです。はい、はい、はい、マリちゃんは 63.28 ドルです。